はい、おはようございます。メンズエステの店長山田でございます。ただいま8時55分、日曜日の朝でございます。皆様、お盆最終日のね、お盆連休最終日でしょうかね、いかがお過ごしでしょうか。こちら、僕なんかはね、営業もちろんさせていただきますけれども、お休みの方もね、最終日ですのでご家族と過ごされる方が多いんじゃないかなと勝手に想像しますが、空き時間とかね、ありましたら、ぜひメンズエステにお越しいただければと思うんですけれども、うちもね、まだまだ空き枠がありますのでね、ぜひお越しくださいませ。で、お仕事の方もいらっしゃいますよね。僕のようにと言ったら失礼かな、普通にサービス業、接客業、などお仕事の方いらっしゃると思うんですが、その方たちも含めて、良い、日曜日、8月の日曜日を過ごしていただければと思います。だいぶ暑いですけど、なんか夏も終わりっぽい、折り返しては曲がったなっていう感じしますね、雰囲気的にね。なかなかいい季節でございますな。ちょっとやっぱ夏が終わる感じになってくると寂しくなってきますよね。急になんか寂しさというかね、9月にかけてね、そういう感じもする季節でございますけれど、それがまた良さというかね、趣があるっていう感じでございますがね。で、まあちょっと話変わりますけどね、昨日また伺った話でね、いろいろ問い合わせとか来るんですけども、やっぱ研修で生かしてもらうオーナー店長がいるみたいですな。それはダメだよ、メンズエステ店でね。風俗店とか風俗エステだったら、まあいや、分かんないけど、そういうのも一つの主義サービスですから、そういうのはあるかもしれないけれども、メンズエステでそういうサービスがないわけじゃないですか。それで新人セラピストさんに行かしてもらったりしちゃダメだよ。わかるかな、わかりますかね。何を考えてんのって話になっちゃうね。ちょっと理解できないけどね。もしそういう経験があるセラピストさんがいたらね、それはちょっと声を上げてほしいというかね。経営者さんね、店長さん、オーナーさん、ダメだよそれは。常識的、すごく常識的なことでね、分かるようなことだから、今までも議題には挙げてましたけども、普通に考えたら誰でも分かることだから、それを犯してしまう欲のため、まあ欲のためでしょうな。それともいいやと思ってんのかな、自分の店だからって。そういう問題じゃないですね。それって犯罪だよね。どうなの。例えばファミレスのバイトで店長さんと従業員さんが1対1になって、研修初日に体触ったり店長さんの性処理をさせたりしたら犯罪だよね。それをよく考えていただきたいですな。それがあなたは当たり前にやってるかもしれないけど、今までもやってきたことだから、それは一般的には受け入れられないことってことをね。いや、本当こんなの当たり前で言いたくないんですけど、ていうか常識じゃん、普通に考えて人として。でも分かんないやつが、いや、こういう声が上がってくるってことは分かんないやつが一定数いるのかなと思ってね、たまに注意喚起しなきゃいけねえなと思って、何やってんだよ。で、そういう、もう声を上げた方がいいしね。それはちょっとさすがにないですよ。それは本当にさすがにありえない。何やってんのっていう感じが、まあ、さっきも言った
そういう場合はまあすぐ辞めるっていうのが、まあそれはまず基本ですけどね。え、なんでですかっていう感じじゃないですか。え、なんでそれをしなきゃいけないんですかって感じじゃないですか。だけどもっとそのダメだってことにこう気づかせたいよね、そういうオーナーさん、店長さん。いや、風俗店だったら別に僕が言及するところじゃないですよ。それがサービス、あの研修の項目であるのであればあるでしょうし、そういうサービスを行う店だからね、ない店が多いと聞きますけどね、研修っていうのは。でもあっても、おかしくないとは思うんですが、メンズエステでなんで生かされてんの。ね、いや、そういう話はね、もうどんどん声を上げてね、ダメだっていう風潮を作っていかなきゃダメですよ。普通の人はだってやめてくもん、そんな。っていうか、こういう業界なんだと思って業界から去っていっちゃいますよ、優しい心を持ってる女性がね。まともな、これからしっかりと多くの方を癒せるような女性がね、あなたのその朝からこんな話してもダメだね。もうちょっと理解できない、私には理解できないけど、ちょっと今日は優しく言ってみましたね。何だと思ってんだよ。面接時に、店長またはオーナーさんから、面接時というか研修初日かな、に射精させられた、または体触られた、またはそれ以上の方、経験のある方、ちょっと挙手をお願いします。はい、でね、統計を取りたいですな。あ、統計取れるなんかあるよね、 YouTube。でもセラピストさんがそんな見てないから、また 14% ぐらいになってきましたけどね、女性の比率がね。よかったよかった。半分はセラピストさん向けに話してたでしょ、まあ3分の1かな、お客様向け3分の1、店長さん、オーナーさん向け3分の1、セラピストさん3分の1ですからね。まあちょっとありえねえな。それが当たり前だと思わないでくださいね、セラピストさんも。ということで、ちょっとモニー雑もう終わっていいですか。ちょっとね、悲しいよね、悲しすぎる、そういうのが当たり前にあるって、悲しいっていうか、クビにしたいそんなわけわかんない異常者みたいな、店長さん、オーナーさんを業界からクビにしたいしな。異常者だよね、そんな常識もすらわかんないって、しかも口で言わなかったりするみたいよ。口で言わないで、口で言うとダメだからって、本当さ、男らしくないよね。口では生かしてって言わないけど、もうまさにそういうこと、お客さんと一緒じゃねえか。あ、まあ、あの悪いね、あの違法行為を求めてるお客様と一緒なことをなんで店長さん、女方さんがするんだっていう話じゃん。それを断るとかね、優しくダメですよっていうやり方を教えるのが店長さんでね、何自分が生かされてんだよ。ギリギリを攻めるところでも、はい、あ、じゃあそこまででいいですよとかさ、皮がむけてきた。だから研修生に明日嫌がられちゃうな。ね。ちょっともう行こうか。すいません。じゃあまあとりあえず、今日もアップできるかね。まあ、アップしたいですね、3本ぐらいはね。よろしくお願いします。じゃあ失礼します。